6時50分。日の出から1時間経ったぐらいが今一番綺麗に見えてるかもね。しかも今ここヤバパイポイント人僕らしかいないからね。こんなことある？アロハ、毎日サンダルです。サンダルです。おはようございます。おはようございます。寒、ただいま朝の5時半。はい、グランドキャニオンの日の出を見に、まあ、一番有名なマーサーポイントに来ております。まあ、泊まってるヤバパイロッジからもう 車で数分ですが、ただいまの気温3度、うん、家にある防寒着をね、すべてかき集めて着込んでおります、うん、ウルトラライトダウンが、うん、とヒートデック、うん、もうユニクロ様々だね、ありがとうございます。本当にさあ行ってみましょう。綺麗に見えるといいね。でも今んとこ雲もないし、いい感じなんじゃないですか。どんだけあと人がいるか、うん、だけどさ、でも今日の出が38分だっけ、うん、だからね、そっから今35分でしょ、うん、いきなりバコーンとは見えないと思うんだよね、標高が高いから。水平線じゃないのね、うん、周りが山に囲まれてるからね。セドナはプラス20分かかるって言ってたけど、まあそれぐらいなんじゃない、ちょうど。ああ、でもね、大丈夫かね、うん、お酒、おお、おお、あとはね、どこで見るかっていうポイントが。いや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 、あた、いやいや、いや、もちろんセドナのねサンライズは金色に輝いて素晴らしかったけど、ちょっとこっちは赤く燃えております。昨日モヤとかちょっとかかってて、後ろから上がってくるから逆光で、そうだね、走って走るとはっきり見える。あ、でもリムに来ると風強いわ、さんたちのこの肌感覚はやっぱりちょっとさ、普通の僕らとは違うよね。アジア系の人たちと北欧系の人たちと。はい、じゃあマーサーポイント来ました。いや、ここだ。上がったから、いや、こっからじゃないのかな。5時55分、日が上がってきてだいぶ10分ぐらい経ちましたね。ちょっと本当に風が、ちょっと
られない。はい、サナイズ見てきました。今6時半ぐらい、はい、で1時間ぐらいね、あの滞在頑張った、寒風吹きすさぶなんか頑張りました、うん、結構ね、みんな本当に何時だろう、5時50分ぐらい日ので本当ご来光みたいな感じで、うん、見えた瞬間みんなブワーって帰ってったけど早く上がったね。そうだね。まあでもやっぱり太陽上がった直後にはまだグランドキャニオンの中に日は入ってこなかったもんね、うん、そっからね、こんなに上がってるのに、まあなんとかそっから30分ぐらい、20分から30分ぐらいでどん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 こう日の光がね高くなって、グランドキャニオンの中にも日が差し込んでいく景色が赤くなってきてね。そうだね、撮れました。いや、神々しい、なかなかこう、そうだね、神々しいいい景色でした。でも本当にその日が出てもう人がバーってはけてからがこうどっちかっていうと見応えがある感じだったと思うんでね、人も少なくなって、うん、ね、撮影はしやすかったけども、ちょっとどんな感じで編集してお届けできるか分かりませんが、はい、グランドキャニオンの朝日の様子をお届けいたしました。はい、部屋に帰る前にちょっと他のマスターポイントからヤバパイポイントに移動してまいりました。だいぶ体温も上がって、そうだね、今日も上がって、うん、6時40分ぐらい。でも壁はビュービューだね。広いからなんかどこがいい絶景ポイントなのかが、確かに右から左まで一望できるから。おお、ここはね、朝はもしかしたら人が一番多かったのかもね。よいしょ。おお。あれ？ヤバパイポイントってここのことなのか？よいしょ。はい。おお。
いや、ここが一番いいじゃん。ここだよ。ここに来るべきだよ。すごい。もうなんかちょっとベンチチックにもなってるし、うんうん、これ三脚置いて写真も全然撮れるんじゃないかな。人がいない、誰もいない、独占状態。6時50分日の出から1時間経ったぐらいが今一番綺麗に見えてるかもね。朝って感じだね。しかも今ここヤマパイポイント人僕らしかいないからね。こんなことある？さあ、じゃあちょっと朝散歩はここまでにして、お腹も空いたんで戻りましょうか。いや、いつまででも入れます、ここ。ね、ちょうどここにいるとき風とかも収まってる。ね、風も今弱いし、そして人が誰もいないっていうね。気温も上がってきたし。そう、気温も上がってきて、だいぶ過ごしやすいというか、耐えれる温度になってきたから。なんでここに人がいないのかがちょっとわからないぐらいの場所だと思うんだけど、わかんない。もっと、実言うと、すごいいっぱいあるのかもしれないけどね。で、みんな日の出見て、はい、終了みたいな、オッケーみたいな感じになってるのか。これなんかサンドイッチとコーヒーとかでもめっちゃいいじゃんね。あーね、十分。ちょっとね、なんか階段状になってたりとか、ちょっとベンチ風になってたりとか、めちゃめちゃのんびりできる。とかメジャーな場所のはずなのに、なんかちょっとなんだろうね。ほんとヤバパイポイントの駐車場がすぐそこでミュージアムがあって駐車場から徒歩3分ぐらいだけど、来てよかった。いやー、来てよかった。ほんとにね、さっきのマーサーポイントからまっすぐ宿に帰ろうかと思ってたけど、ちょっとついでに寄ってみるっつって寄った甲斐がありました。もったいない。ちょっと元気出た。元気出た。このベンチすごいね。これ完璧にサンライズ見る用ベンチやん。いや、こんな場所あるんだ、行ってよ。すごいじゃん。いや、ほんと歩かないとわからないね、全然。ちょっと完璧サンライズ見るためだけの場所じゃん、もう。あ、そう。ある、全然いっぱい、ね、ポイントあるじゃん。あんな風ビュービューなマーサーポイントで人いっぱいのところで見るより、ここでのんびり椅子に座って見てた方が。いやなるほどなるほど。実際来て歩いてみないとわからない情報が盛りだくさん。ね、そんな情報どこにも載ってなかったよ。本当に。本当ね、なんか
なんだろう、んあんまり情報出さないのかな、ガイドさんたちとかも。でもここは多分隠すような場所でも絶対ないと思うから。まあね、わざわざ言わないってだけなのかな。みんな知ってるでしょって感じさ。そうかな。だって結構今回の旅行前にネット上で情報探したけど、いや全然なかったよ。小説のさポイントをさ結構こう深掘りして、ここがこのポイントの見どころってやってるとこってなかなかないんでしょう。映像でとかさ。そうだね。いやもうなんか本当自分の実体験をもとに動画を作って、今後もしねグランドキャニオンに来る機会がある方が参考になるようにね、ちゃんと記録として残したいと思います。自分も次回行くときにこう忘れて、あ、そうだったそうだったってね、実際ね。そう、ヤバパイパイ、さっきマーサーポイントこっから車にピューって来て、ミュー駐車場ミュージアムがここだから多分まあこの辺、うんうん、この辺か、で日の出がこっちでしょ、うん、でこっち谷の方が見える、うん、確かに地形で見るとこっちが一番先端だもんね。そうね。で僕らが泊まってるのがヤバパイロッジ、うん、時間帯で見るって案外ここも風強いかもね。まあね、もしかしたら今ね日が上がってきて気温が上がって良かったのかもしれないけど、まあこの後はちょっと宿戻って、まあ想定としてはここのルートでリムトレイルに出てちょっと歩いて、この辺のブライトエンジェルロッジとかこの辺に朝食食べれるポイントがあるはずなんだよね。なんでこの辺で朝ごはんを食べたいと思います。まあ、何キロだろう。まあ、3キロあるから1時間ぐらい歩かなきゃいけない。今ここね、ここがヤバパイ、マーケットプラザ。まあこのまま朝散歩リムトレイルをして、きたー。怖。キャー。無理ー、いけない。